ジョリーンさん、あなたの中堅らしいです。というわけで今日はですね、12月10日本日発売ほやほやのですね、ピクセルジャンクエデン2をですねプレイしていきたいと思っております。ピクセルジャンクエデンはですね、2008年にプレイステーション3で発売されて以来、まあ独自のアーティスティックな世界観とですね、言えましたねアーティスティックな世界観と、心地よいサウンドが話題になり、PC、スマホなどでね、様々なプラットフォームに展開されて、なんと70万人が遊んだというですね、超大作になっているわけでございます。そのピクセルジャンクエデンのですね、かねてより、期待されておりました続編が、なんと本日スイッチに登場したのでですね、早速、本日ねプレイしていきたいと思っております。 Nintendo Switch ではダウンロード専用ソフトになっているそうです。先ほどからですね、実際のプレイ画面を、ご覧いただいているんですが、もうすごいでしょう。これはゲームなのかアートなのかどっちなんだというぐらいね、非常にうまくね、こう有機的に、ゲームとアートと、そしてここに、テクノのサウンドがですね、さらに心地よい形で組み合わされている、作品になっておりますので、もうラシさんもね、さっきちょっと先にやってみたんだけど、もう自然にこうなんかハマっちゃうんだよね。だけどこの面白さをね、なんていうのかな、形容するのがなかなか難しい、芸術的すぎて。なので普段だったらね、まずチュートリアルとかスキップしちゃうんですけど、今日はですね、皆さんと一緒にこのゲームがどういうゲームなのかっていうのをね、ちょっと体感してほしいので、一緒に、飛ばしながらやりますよ。カットしながら行きますんで、チュートリアルからね、一緒にやっていきたいと思います。はい、というわけでね、早速始まりました。ガーデンに入って基本の操作を学びましょうということでですね、少し基本から見ていきたいと思うんですけども、すでに、美しい、万華鏡の中のようなね、世界観が楽しめる状態になってますけれども、ここにですね、このグリンプっていう主人公ですね、主人公というかキャラクター、このキャラクターがいるんですけども、グリンプたちは体から出るシルクという糸を使い、くるくる回転しながら移動しますと、いうことで、ちょっとその回転見ていきましょうか。はい、ではちょっと回転していきます。スイングいくよ。おー、出た。おー、くるくるくる回ってる。いいね、気持ちいいね。スイング中に、Lスティックを倒すとジャンプします。ジャンプしてみます。おー、来た、ピヨーンと。おー、気持ちいいですね。ふわっと、もっとピューンっていくかと思ったら、ふわーっとこの辺もですね、ちょっと優しくくるんですね。はい、まあその他にもですね、空中ホバーだったり連続ジャンプができたりとかするみたいですね。ちなみにこのシルクはですね、植物にしか、粘着できないみたいなので、岩場もあるんですけど、岩場のところではこのくるくる回ることはできませんということみたいですね。はい、ホバーふわーっといってシュイーンと、気持ちいいですね。このもうちょっとなんか優しいんだよな、すべてにおいて。ちょっと何でもこうやってると気持ちよくなってきちゃう感じ。これ癒されるわ。はい、続きましてですね、このスペクトラというのが、まあ、一応このゲームいろんなね、楽しみ方あると思うんですけど、一応このメインのゲームの、なんとか目的になるんですけども、ガーデンにこのスペクトラっていうのが必ずあって、でまあ、こいつをですね、まず見つけて解放するというのが、一番の目的なんですね。でスペクトラに近づくと、こうやって、ポレンプラウラーっていうですね、まあ、花粉ですかね、が、舞ってくるので、これをですね破壊して中からポレンが出てきますと。でこれをね、スペクトラに吸わせることによって、まあ、このエネルギーが溜まっていくというか、まあ、そんな形に、ね、なるらしいんですよね。早速やってみましょうか。ポレンをたくさん集めてねということで、このぐるぐる、おー、ちょっと落ちる、ちょっと待って、意外と難しいぞ意外と難しい。これここ行って、簡単そうに見えるでしょ、これ見てると意外と難しいんです。さあ、ここからポレンをたくさん出して、あー、吸ってる
吸ってます。いいですよいいですよ、そこで出したのはすごく良い。でこれをかき混ぜてあげないと、出しただけじゃ吸い込まないんでね、これをちゃんとこう攪拌してあげることによって、ポレンで満たされたスペクトラはその強力なエネルギーによって光を放ちます。その光に触れて スペクトラを回収することができるみたいです。さあちょっと回収してみて、ちょっとどこ行くの回収しようと思ったのに回収しようと思ったのに、これ意外と難しいんですね。なんかこれなかなか思うように飛んでいかないって、これだからなんつうかな、遠周移動っていうのもなかなかこれね一つちょっともどかしいっていうか、思った方向に行かなかったりとかして、意外とね芸術面だけじゃなくてゲーム性の部分もですね楽しませてくれるんですよね。はい、僕が案内できるのはここまでだけど、新しく会う仲間たちと冒険を楽しんでね、またどこかで会えたらいいねということでですね、では早速ですね本編の方をスタートしていきたいと思うんですけども、あ、その前にですね、スペクトラレベルということで、こんな感じでですね、ガーデンをクリアする、ガーデンというのはその面ですね、面をクリアすると、新しい、グリンプや、まあ、あとですねスパイスっていう、なんていうのかな、グリンプのアビリティがほらあるんですよ。冒険中に、他のグリンプと出会いやすくなるとかね。まあ、これは今、キャラクターに会いやすくなるってやつなんですけど、他にもこの、なんつうかな、この、時間を伸ばしたりとか、いろんなね、グリンプの能力があって、その能力を使って、このガーデンをね、クリアしていく。あ、今、また新しいガーデンをゲットしたんですけど、じゃあ、まあ、ここをね、早速プレイしていきたいと思うんですが、まあ、これと、あとその、能力ですね。グリンプの能力を、変化させる、スパイス、と呼ばれるですね、ものも、ゲットできるということなんですね。これでだから、グリンプの能力をカスタマイズしていって、まあ、自分なりの、使いやすいグリンプをね、作っていくというね、そういう要素もね、あるんですね。まあ、ですからね、美しい、心地よいだけじゃなくて、ちゃんとその、コレクト要素であったりだとか、まあ、こうカスタマイズ要素みたいなね、そういったゲーム性もね、非常に高いゲームになっております。じゃ、早速ね、プレイし、じゃ、早速ね、新しくゲットしたガーデンをね、プレイしていきたいと思います。さあ、始まりましたね。先ほどとは全然テイストのね、異なるガーデンになってますね、こちらは。かなりこうデジタルな感じといいますかね、ちょっと暗めの、見た目になっておりますけれども、音楽がいいよね。ついつい体が動いちゃう、落ちちゃった落ちちゃったんですけど、今この右上の方から、光のね、波が来てると思うんですけど、あっちの方に、スペクトラがあるよって言ってるんですね。で今これガンガンぶつかって何をやってるかというと、このなんかですね丸いやつにポレンをですね、こうやって集めてあげると、はい、あそこ溜まりましたね。今左上プカンって光ったところ、あそこに行きたいんだけど落ちちゃうんだよな。これ意外と難しいんですよ。難しい、画面外に落ちたらまあまあ死んじゃうっていうか、もう一回初めからやり直しという感じなんですけれども、はいはい、こんな感じですね。たくさんポレンをこの丸いやつらに渡してあげるとですね、この、光を放ったやつがそこ行けるかな。うわー難しい、あ来た来た、ほらこんな感じで、シードのボーナス、より多くのシードから植物を発芽させることでプレイ後のボーナス、あこれちょっとボーナスの話しちゃってますけれども、今ですねこれ発芽させるって出てきました。ほらこんな感じでですね新しい道ができるんですね。これここにまた捕まれるようになるので、これでさらに先に進んでいけるというような形になります。さあここもポレン溜まってますので発芽させていき、おーすごい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 、なんかさっきのとは全然違う植物が出てきましたね。ニョキーってきてましたよ。これでかなり、行動範囲が広がったんじゃないでしょうか。うわしかしこのねふわーっとね、グリンプが浮遊している感じ、これがですねたまりませんね。癖になるんですよね、気持ちよくなっちゃうね。なんかね回りたくなっちゃう、無駄に回りたくなっちゃう。でもこれって意外と思うように進まないみたいなところもですね、これもどかしさと心地よさが相まってハマっちゃうんだよな。ずーっとやっちゃうんだよねこれ。面白いですよ。さあここで、ちょっと棒みたいなねしましまの、植物のこれ茎ですかね、上に葉っぱがついてるやつもあるかね、茎なんでしょうね多分。ここにこう来て、あでここにまた上に行きたいんですよ。スペクトラが上にあるから上に行きたいんだけど行けないから、ここでこうやってポレンを集めていくしかないということなんですね。なかなかよくできた、あちょっと待って、ここに誰かいる、これ仲間のグリンプ
ープじゃないですか。これね、各ねガーデンにはこうやって、たまに仲間のグリンプがいて、なんかいろいろこいつ何言ってんだ。おお、なんか変なやつ出てきた。クリスタル。ちょっと待って、いきなりおかしいの出てきた。普通はね、普通は結構普通のこと喋ってくれるんだけど、あいつはちょっとなんか特殊なやつだったな。例としてあんまり良くないけど、すごいやつ出てきましたね。なんか宇宙語喋ってましたね。みたいな。ね、いやー、この世界観作り込まれてんだ、意外に。意外となんかね、このね、途中で会うね、グリンプが喋ってるセリフがですね、シュールでね、面白いんですよね。ちょっとね、次の目行った時にもしかしたらいるかもしれないんで、行ってみましょう。まあ、こんな感じでですね、スペクトラをね、探していくんですけど、この上にどうやらありそうですね。こっち周りならいけるでしょう。さあ、どうだ？まだ見えない。スペクトラがなかなかね、もうすぐそこにあんだけどなーっていうところからね、なかなか行けなかったりして、意外と手強いんですよ、このゲーム。さあ、ハマってしまうんだよな。このもうちょっとがね、終わらなくなっちゃう感じ、わかる？お、ようやくポレンが溜まったので、これで上行けるでしょ。さあ来い、何が出るか。おお、ニョキニョキって入ってきましたね、すごい。さあ、ここでスペクトラがついに発見しました。こいつに、ポレンを溜めてガーデンをクリアしていく。はい、あー、溜まりましたね。これでクリアできるんじゃないか。オッケー、ガーデンクリアー。というわけですね、スペクトロンゲットと。さあ、ちょっとね、もう一面ぐらいやっていこうかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、今進めたところですが、かなりですね、ここはポレンがたくさん湧いてきますね。こんな感じで、どんどんですね、目を生やしていって進めていきたいところなんですけど、もうこれめっちゃハマっちゃうね、このポレン集めに。すげー出てくる、ほら、めっちゃ気持ちいいんだよこれ、コレクトすんのが。さあ、いけっつって、いけポレンみたいな、そんな感じでですね、楽しんでいるわけでございますが、はい、こちらのゲームですね、まあ、見た目もさることながらですね、まあ、ゲーム性もすごくあるんですが、やっぱりこのゲームを、なんていうのかな、形作っているのが、この自然にね、体が動いてしまうね、素敵なサウンドなんですけれども、こちらのサウンドはですね、Q ゲームスさんのクリエイティブディレクターであり、かつアーティストとしても活躍されているバイオンさんがですね、このビジュアルと、まあ、サウンド両方にね、こだわって作っているそうです。すごいね、バイオンさん、いい、センスが良すぎるな。さらにですね、いろんな関連情報をお話ししていきますとですね、まあ、こちらのゲーム今ですね、ラッシーさん一人でプレイしてますが、なんと実はですね、ローカルマルチプレイにも対応してるんですよ、これ。だから、二人で友達とプレイすることもできてしまいます。さらにですね、体験版の配信もあるということなので、ちょっとね、この動画を見て気になった方はですね、無料の体験版ぜひプレイしてみてください。さらに12月16日まで、34% オフの発売記念セール実施中。もう絶対お声抜くだよ。34% だよ。めっちゃ安いやん。いや、あれ？ちょっと待って。なんかさ、あれ？なんか、ガーデンの色が変わってない？いつの間にか。あれ？いつ変わったんだろう？めっちゃ自然すぎて全然わかんなかったな、これ。なんか初め、ラッシーさんの記憶では黄色い世界だった気がするんだけど、この世界。あれ？なんかいつの間にこんな色になってるの？あれ？うわ、すげえ、飲まれてる。飲まれてる。いつの間に変わったんだろう？こんなに色変わったらすぐわかると思うんだけどな。いや、すげえなー、あまりにもナチュラルすぎて。うわー、これなんか脳トレみたいな感じになってるぞ。ちょっと気持ちいいぞこれ。ちょっと待って、皆さんちょっとね、巻き戻ししてみて。確かラッシーさんの記憶ではですね、もっと黄色い世界だった気がすんだよなー。うわ、すげえ飲まれてるゲームに。いやー、こんな感じ、入り込んじゃうね、この世界観に。飲まれちゃうんだよなー。いやー、やるなぁ。あ、ほら、黄色くなってきたじゃん。あ、ほら、こうなったよ、この色だったよ、一番初めの時。ねえ。うわ、びっくり。全然変わったの分かんなかったわ。うわ、すげえなこれ。
やマジで世界観がパない。半端ないなね。はい、というわけでですね、まあ、ジャンプ、スピン、スイングでですね、色や形が変化する不思議な世界でですね、この素敵なサウンドに乗りながらですね、皆さんも、癒されてみてはいかがでしょうかということでですね、今回プレイしたゲームの詳細は概要欄にも書いてあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけですね、今日は最後まで見てくれてありがとう。いや、このゲームでラッシーさんも癒されてですね、また、面白い動画作っていくぞ。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね。バイバイ。